世界最高のビジネスマンの腕時計、トヨタ自動車株式会社の豊田章男社長、パテックフィリップのカラトラバ 5119G、ウブロのクラシックフュージョン、セラミックキングゴールド、非常にバランスのいいコレクションだなと、人前でプレゼンテーション、そういった場面ではこのパテックフィリップのカラトラバ、普段使いとしてはこのウブロのクラシックフュージョンを使ってるんじゃないかなと、シンプルな時計が好きなんだろうなということも垣間見えます。楽天の三木谷社長、パテックフィリップのノージラス5712R、ブルガリのオクト、ウルトラネロ、フランクミラーのロングアイランド、この3本から三木谷社長は薄い時計が好きなんだろうな、そしてゴールドが好きなんだろうなと、株式会社ファーストリテイリング柳井社長、ノットという日本の時計ブランド、スウォッチのトゥワイスアゲン、パテックフィリップのアクアノート 5167A、 ユニクロ感ありませんか？モノトーンでシンプルなのが好きなんだろうなと。腕時計のある人生では YouTube でわかりやすく時計の魅力を解説しています。